素敵なあなたへ、現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、今ここに生きるのがすごいということで、直感力だったりとか能力アップで夢や目標が叶うということについて話していきたいと思います。この動画をですね、最後までご覧になると、夢や目標を叶えようとしなくてもですね、もう叶ってしまうという、そんな境地を垣間見ることになります。ぜひですね、最後までご覧いただければ嬉しいです。ここで一つですね、問いを投げかけたいのですが、夢や目標とか望む現実ですね、まあ欲にはいろいろあるとは思うんですけど、それってなんで叶えたいと思ってるのか考えたことありますかっていうところなんですね。いろんなね、叶えたい願望ってあると思うんですよね。まあモテたいとか痩せたいとか、美しくなりたいとか、お金持ちになりたい、健康になりたい、誰からも愛されたいとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、願望にはね、いろいろあって全然いいと思います。で、それをですね、なんで叶えたいか、あなたは考えてみたことありますか？極端なぶっ飛ぶ話をするんですけど、それがですね、今ここに生きるということなんですよ。はっていうことだと思うんですけど、まあまあまあ聞いてください。そして結果的にこう、今ここに生き始めると、夢や願望なんて、その叶えようとしなくても勝手に叶ってしまうものなんですよね。それがいわゆるその種明かしみたいなところなんですけど、今日はですね、いつにもましてちょっと意味のわからない話になってるかもしれないです。頑張ってついてきてもらいたいなと思います。そもそもですけど、今ここに生きるっていうのはどういうことかわかりますかっていうところなんですね。今ここに生き始めると、今この瞬間ですね、自我というのが消滅するんですよ。つまり、あれをやりたい、これをやりたい、こうなりたい、ああなりたいという我欲っていうのが一切なくなってしまうということなんですよ。本当に今ここに生き始めると、まあ、禅の教えというのでこういうのがあります。一つの層にこだわらない無層、一ところにとどまらない無住、一つの思いに偏らない無念の心境を前提と呼ぶらしいんですね。今ここで、そういういわゆるもう仏の境地なんですよね。我欲が一切ない境地なんですよ。つまり願いも何もないっていうことなんですね。本当の意味での今ここに生きるって、願いも何もないんですよ。右に行こうが左に行こうが構わないわっていう境地なんですよ。意味わかります？だから矛盾してるんですよね。願いや目標を叶えようとして、今ここを意識してもダメってことです。今ここに行き始めると、もう右に行こうが左に行こうが、そんな細かいことどうだってよくなるんですよ。願いが叶おうが叶わまいが、どうだってよくなるんです。そんな境地なんですよ、今ここって。いわゆるもう悟りの境地じゃないですかね。夢や目標というのは自分だけのものではないと仮定してみてほしいんです。あなたに湧いた夢や目標、これは自分だけのものではないんです。最初はもうごくごく個人的なものかもしれません。だけれども、全体という命に思わされているものだったりすることもあるんですね。それを自分のものだと思わなければ、叶えなければいけないとか、叶わないと不幸だとか、そういった気持ちは起こらないはずなんですよ。で、ここからもっとちょっと不思議な話をしちゃいます。例えばですね、あなたに1億円の年商を売り上げる会社を作りたいという願いがポッと浮かんだとしますね。それは紛れもなく思わされているんですが、それをですね、自分が考えたものではなく思わされたものだとあなたはもし知ってるとしましょう。だとしたら、あなたは毎日今この瞬間に集中して生きている、そんな状態だったとしますね。今ここに生きるということは、本当に今この瞬間のことしか考えてないんですよ。損得なんて一切抜きです。それこそその願い、1億円の年商を売り上げる会社を作るっていう願いが湧いたなっていう風に、一言のように見てる感じですね。なんか願いっぽいのが湧いたぞっていうのを、一言のように自分の願いを見つめてるみたいな感じですね。まあとはいえ、じゃあ私は私なりに今この瞬間を生きるわって生き始めていいわけですよ。で、損得感情も一切抜きで、今自分は歩いてる、今自分は息をしている、今自分は何々を見ている、今自分は水を飲んだ、まあ、そういったことを常に今この瞬間に集中して生きるわけです。ある意味頭のおかしい人なんですよ、今ここに生きるっていうこと。そんな風に今にしか生きなくなったら、あと10分後に何々があるから、これとこれとこれを済ませておいて誰々さんにを連絡しておこうとかも一切思わなくなるんですよ。ネジが一つぶっ飛んだ、もうバカみたいな状態になってるってことですね。しかし勇気を持ってそのバカみたいな状態で生き始めるとですね、自分は生かされてるんだということにまざまざと気づかされるんですね。どういうことかというと、例えば嫌でも誰々さんに連絡しなくちゃという
今この瞬間にそのインスピレーションがポンと入ってくるわけです。強く思わされるんです。で、嫌でも何々を済ませなきゃというインスピレーションがドンとその都度必要な時間帯に必要なアラームが鳴るように自分の意識の中にポンと入ってくるんですね。そんな時間を作らされるんですよ、今ここに行き始めると。誰にってなると自分にってことです。そう、この自分というのはその自我、自分で意識している範囲ではなくて、いわゆる全体という命、まあ真我って言ったりもするかもしれないですけど、そういったところの方に思わされるんですね。ちいちですね、自分の小さなこの脳みそであれやこれやと考えなくてもですね、その大きい力がですね、この体を勝手に動かしていたんだということに気がつくんですね。そう、させられてたんだっていうのに気がつくんです。だからいかに自分がやってるんだ、自分がこうなんだ、ああなんだってこう思うことがなんか傲慢だなと思うことにこう気がつくんですね。自分があれこれしなくても勝手にそうせざるを得ない状況にさせられるんですよ。最強のマネジメントが行われるんですね。だから願いも自分が思ったものではなく思わさせられたのだとしたら勝手に叶えさせられるわけですね。年商1億円の会社を運営するという願いがこう、ああ自分の中に湧いたなっていうのを感じて今この瞬間に生き始めると、そこの願いにも執着せずですよ、今この瞬間に生き始めるとですね、本当にその願いが思わされたもので、私という存在がしなければいけない、もしくはしていく運命にあるのであれば、勝手にそういう状況を作らせられるんですよ。あれこれと自分でこう心配しなくてもそういう状況にさせられるんですね。勝手に叶えさせられるんですね。それを叶えないようにってしているのが余計な手間を増やすその自我だったりするんですよ。だから湧いた願いをスムーズにこう叶えさせたかったらですね、あなたという個性が邪魔しなければいいんです。まとめますね。今ここに生きるっていうことがそのすごいっていうことで、直感力だったりとか能力アップ、夢や目標が叶うということでお話をしてきたんですが、伝わりましたでしょうか。いわゆる逆説的なことではあるんですけど、自分がその夢や目標を叶えるのではなく、叶えさせられるし、直感力をその鍛えよう、能力アップをしようとしなくても、今ここという瞬間に本気で生き始めたならば、勝手にそれは冴え渡り、能力も開くんですよ。今日の話はですね、ちょっと難しかったとは思うんですけど、理解する方法はですね、まあ、この動画を何度も見返してみて、自問自答をしてみてください。あなたはあなた自身の答えを持ってるので、きっとですね、自分にこう問い続ければ必ず返ってくると思います。それでもちょっとよくわかんないよっていう場合はですね、直接私に聞きに来てください。こんな話もう死ぬほどしてます。はい、なのでいつでもですね、 LINE とか YouTube のコメント欄ですね、お待ちしておりますので、何かあれば記入していただければ嬉しいです。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもですね、良かったですとかいいなと思っていただけた方はですね、ぜひ、グッドボタンですとかチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらすごく励みになりますので、ぜひ、登録、そしていいねボタンしていただけると嬉しいです。でまたですね、動画下の概要欄、こちらの方に LINE 登録の、リンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもですね、登録をお願いいたします。こちらはですね、人生をよりよく生きていけるための、エッセンスを含めた限定動画をプレゼントしております。ぜひですね、こちらも受け取っていただいて、ご活用いただければ嬉しいです。そして、質問や感想などはお気軽にコメント欄の方にご記入ください。それでは、上手に現実シフト、望む現実へ、シフトしていけるように、このチャンネルがお役立ちいただけるように、楽しんで私も、配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。